入院のご案内ですね。まず手術された方へのお願い3つ。1、目に水を入れないでください。まあ、それはそうですね。目をぶつけないように、そして目を触らないでください。まあ、要は目を大切にしてくださいということですね。で、入院証明書や保険書類については、入院手術に関する証明書保険書類は退院後外来受診の際に医事課にお申し出ください。退院後紹介に戻り当院受診場合しない場合はスタッフに ご相談くださいということで、まあ、退院の時に、まあ、受付とかそういうところに相談していただけるといいかなと思います。退院前ですと、まあ、大体手術決まってるんですけど、実はこういう術式になったとかって言って書いた書類が間違っちゃうことがあるので、だから退院後がベストですね。入院中のお願いです。面会時間は午前9時から午後8時までとなります。で、面会は他の患者様のご迷惑になるので、面会室でご利用していただければいいと思う。ただ、手術後待っているとか、手術後お部屋でお話しするとかいうのはいいですけど、何より周りの方に迷惑にならないようにと。で、小さいお子様の面会はスタッフまでご相談ください。どうしても騒いでしまうということもありますし、感染症などお子さんの場合はちょっと特有なものがあるので、そうこのようにさせていただきます。で、院内は禁煙です。まあ、基本的に禁煙って、まあ、現代そういうもんなんですね、病院ではね。で、喫煙する場合は指定の時間に指定場所、外にそういうような場所が、まあ、当院からちょっと外れたところにありますので、そちらでお願いします。で、入院中の外出は基本的に禁止となっております。ただ、他のところに行かなきゃいけないとか何か必要な場合は医師の許可が必要なんですね。なんでかっていうと、勝手に患者さんがこう出て、それで事故に遭ったりなんかした場合、じゃあ責任どうするのとか、いろんな問題があります。はたまた、本当に出てっていいかどうかの判断っていうのは、看護師が勝手にできるわけではないので、必ずこのように認識してください。で、検体電話の通話は各階に設けてある通話エリアでお願いします。お部屋では自分のベッドで電話するっていうわけではないので、ちょっとそこを気をつけてくださいと。で、携帯電話ない方、公衆電話は2階の面会室の前にありますと。で、飲食や冷蔵庫は治療中の、治療職の方もいるので、他の人に、こう、例えばおみかんどうぞとか、チョコレートどうぞって言って、糖尿の人とかいたりするので、ちょっとそれは気をつけてくださいと。で、冷蔵庫の場合は冷蔵庫に入れるものに名前を書いてください。そうしないと、他の人が間違って食べちゃいますね。で、貴重品は盗難防止のため、基本的に貴重品や多額の現金は持ち込まないでください。まあ、そのため、前もってある程度お金を前払い的にしていただくことで、少なく持ってくることができるかなと思いますね。で、万が一事故があっても、ちょっとね、なかなか事件とかになりますので、なかなか当院で責任を取るのは難しいということです。で、転倒防止のため、階段で上下することもできるように構造上なってますけど、基本的にエレベーターで上に上がったり下に上がったりしてくださいと。で、手術を、やっている模様っていうのを2階のナースステーションで見ることができます。で、白内障の手術の方のみ基本的には見れるようにしてます。なぜかというと、他の手術の方の場合って時間がかかってしまうので、うちの手術室って2個あるんですね。例えば第一手術室で、緑内障とか手術してるとか、その時第2の白内障手術してると、緑内障の手術の方が見てる間、白内障の方が見れなくなっちゃうってことがあるので、基本的には白内障手術のみとなります。ただ、どうしてもっていう場合は事前にちょっとご相談ください。非常口の位置を、掲載してますんで、ちょっと確認してくださいってことですね。非常時はちょっとエレベーターではないってことですので、まあ、こんな感じで非常の階段案内図っていうのがありますと。